近鉄2万系電車、2万系電車、2万系電車は、近畿日本鉄道、近鉄の団体専用列車用の電車。楽の愛称がある。2万100系、初代、青空の老朽化に伴う代替用として1990年10月に登場した。製造費は6億5、0円。愛称とされた楽、楽とは、設計コンセプトである、ロマンティックジャーニー。 アーティスティックソフィスティケーション、カインドホスピタリティ、アンビディバボーの略で、車両側面に表記されたロゴ、ラクの文字は、初夏、榊爆山の記号によるものである。このほか、当該形式は、近鉄電灯の2階建て車両を組み込むため、ビスタカーの名称も名乗る。このため、両先頭車側面に、ビスタカーのロゴタイプが貼り付けられた。電算記号、 編成記号は PL を使用する。車体は車両限界を最大限活用しており、在来の2階建て車両に比べて通路部分の屋根を高くして圧迫感をなくしたのが特徴。本系列の登場から6年後の1996年に3万系ビスタカースリーヨが車体心によってビスタ EX に改造される際にも同様の屋根構造に改造されている。 窓も大きな曲面ガラスとし、柱に冷暖房用のフードを設けているのも特徴的である。塗装は上半分を黄色、下半分をホワイト、境目に濃い茶色のラインを通し、上高扉部分は濃いオレンジ、その脇の車端部はグレーのカラーリングである。両先頭車両、区 2100K、区 2150K は2階建て車両の制御車で、運転席の直後は、 階段上の全面展望席としている。標識と剣微灯は26000系と同タイプの LED 式で縦8横を2列の配置で左右に設けた。全照灯は屋根に2灯廃焼機内に補助としてリトラクタブル式を2灯いずれもシールドビームタイプを設けた。また、屋根部前照灯管と先頭部天井にサンルーフを設け、開放管を演出した。また、開花の一部は、 機器室として、補機類や空調装置を搭載している。前面は貫通路を備えた構造であるが、通常はカバーで覆われており、他の編成との連結はほとんど行われていない。ただし、本系列に不具合が発生した際に22000系と、並結し、大阪線名張駅、高安駅間を改装列車として走行したことがある。 中間車も2200型も2250系は高床構造の電動車で床下に主制魚機と空調装置を搭載している。終電装置はトイレの屋根部分に下枠交差式 PT4811 型を各1台搭載する。乗降扉は一度に多数が乗降する団体利用を考慮して通勤車と同じ幅の両引き戸が採用されているが 通勤者とは違って、扉の窓は小さめになっている。後年、転落防止ホロが設置されたが、本形式は、連結面の開口部が広いため、特急車用のフルハイトタイプではなく、シリーズ21と同様のハーフハイトタイプが取り付けられた。主電動機は12000系から12600系までの標準機特急車で採用されている三菱。 電気メガバイトマイナス -3127A、端子電圧 675V 時1時間定格出力 180kW に準じたメガバイトマイナス -3127B である。歯車比も特急車と同一の3.81である。駆動装置は WN ドライブである。主制御機も一万二千系から万二千六百系までの特急車に準じた抵抗制御で、 三菱電機アブフム -254 から15窓、電動化無軸式自動加速制御機、立行23段、発電ブレーキ18段である。電動車は編成の中間に二両となり合わせで、蘇生されているが、制御機自体は、主電動機2機を永久直列とし、2群を自家並列制御する 1C4M 方式であるため、各電動車に搭載される。制動装置は、 発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキ HSCD 型。そもそも速ブレーキを装備し、2万1000系と同様に、制動装置の制御圧装置4段階を採用して、高速走行時の安全性を確保している。台車は2万1000系の KD-97 と同様に固定軸鏡を従来車の 2200mm から 2100mm に短縮した近畿車両。 KD-100KD-100A 主 D レン式空気バネ台車で基礎ブレーキ装置として主電動機を増加する KD-100 は両、抱き式踏み面ブレーキ KD-100A はディスクブレーキを採用した補助電源装置は2 1 0 0 0万1000 2万6 0 0 0で実績のある DC、DC コンバータを採用し t c 車に搭載する空調装置は TC 車展望席、M 車が床下に冷凍能力1 2 5 0 0カロリー、H のヒートポンプ式、TC 車会場席と開花席は上高扉横に床置きで、冷凍能力は1 5 0 0 0カロリー、H、TC 車サロンコーナー部は屋根上に冷凍能力1 5 0 0 0カロリー、H の分散式をそれぞれ搭載する。加速度は時速2 5キロメートル S, S、最高速度は、時速 120km である。標準機の路線で、全線のホーム有効長が4両編成以上であれば、基本的にどの路線でも走行が可能である。MT 比 2M2T、電動車2両、制御車2両の4両編成で、大阪側から空2100型からも2200、型からも2250型から空2150、型で構成される。 両戦闘車はダブルデッカー構造で、定員は会場が42名、開花が14名である。会場室は室内高さを 1970mm、開花室は 1850mm とした。開花室のアプローチの階段は2カ所設けられており、運転台側を螺旋式とした。従って開花室は通り抜けができる。空調は窓柱部に吹き出し口があるほか、 二棚下部に個別空調を設けた。照明は二万線系に準じた二棚照明と二棚個別空調部の上に別個照明を設置して天井を照らす構造とした。妻壁に二万六千系に類似したサインパネルを設置した。なお、仕切りドアは設置されていない。室内床面は全面カーペット敷きとした。開花室の螺旋階段付近の妻壁に21インチモニターを 取り付けて、車載カメラからの映像を放映するほか、カラオケを楽しむための機器も設置した。中間車は、ハイデッカー構造で、室内高さを 2250mm とした。天井空間に多少余裕があることで、天井は、間接照明方式とした。車内放送用スピーカーは、天井部に設置したため、よく目立つ。中間車同士の連絡は、 同じフロアレベルで行き来が可能で、ガラス製の扉が取り付けられた。反対側は階段を設置しており、仕切り扉はない。カーテンは横引式であるが、近鉄車両発のプリーツカーテンが採用された。座席番号表記は、後年、2020系に倣って大文字化された。二棚部の照明や個別空調は両先頭車に、準ずる。 一般客室の座席は転換クロスシート、展望席は固定式クロスシートで、会場席と中間車の肘掛け通路側には補助席として T バーと呼ばれる簡易の腰掛けを設けている。また、座席間に支柱付きの細長テーブルを設置した。モケットは先頭車と中間車で色を変えた。 シートピッチは両戦闘車が 980mm、中間車は 910mm である。戦闘車車端部には6人分のサロンコーナーが設けられ、背もたれの高いソファーとしている。また同コーナー壁部分には折りたたみ式座席を3つ、分設置した。このスペースは漢字席としての使用も可能で、業務放送とは別に漢字を案内放送マイクを設置している。トイレは、 先頭車寄りの車端部には式と洋式を各1カ所設置している。洗面台はトイレ内部にあり、独立した空間としては存在しない。本系列の登場当時は2100系後継の団体専用列車用として、すでに18200系、旧青空2が存在し、その補完的な役割として、補助座席と編成2カ所のトイレを備えた3扉。 転換クロスシート車の5200及び4扉、固定クロスシート車の2600系が存在していたことから、1990年に4両編成1本、4両が製造されたのみに止まっている。18200系の運用離脱後は15200系、新青空2がその後継となって、各種団体貸切列車に使用されている。なお、貸切料金は、 この2万系が最も高額の設定となっているが、近鉄では、団体専用車は、特急車の扱いとはしていないため、特急料金は不要である。1990年10月に竣工、各種種運転や、試乗会を実施して、同年11月23日から、営業運転を開始した。2019年4月現在、高安県尺に配置されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。